なんとその政党にお金を貸してくれてる約330名かな、300人を超える方のお金は貸付金じゃなくて寄付。これ黒川君の考えとかと本当近いんですけど、借りたお金をもらったお金だって言い出したんですよ。要は大津さんに任しました、それ事実ですよ。でも大津さんがやれ亀甲縛り10万円とかむち打ち一発1万円とかやったからおかしくなったんでしょ。まあやっぱり向こうはそういう専門家なので、事件を引っ張ろうと、時間稼ぎをしようと、だからなんか政党名変えるとか何とか変わるとか今日も言ってるようですけど、大津さん言ってることがどん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 変わってきてるわけですよ。不正を見つける、不正がなければ代表権返すとか、この裁判を引き延ばしてるっていうね、もう悪いやつやね本当に。これついにお金であるっていうことが化けの皮が剥がれた。これ説明しよう大津さん。じゃありそな銀行なんで訴えてんの、あんたお金いらないって言ったじゃん、自腹でやるって言ったじゃん、まあ、党にお金を貸していただいている12名の方、合計1億7100万円の方の裁判の今日は2回目になりますかね。まあ大津さん側のですね反論というか、今日裁判なのに、今日の朝10時16分にやっと反論というか主張が来て、で驚いたのはなんとその政党にお金を貸してくれてる約330名かな、300人を超える方のお金は貸付金じゃなくて寄付、もらったお金の可能性を否定できない要は借りたお金をもらったお金かもしれないって言い出しました。でもっと驚いたのは、借用書は偽造されてるって言ってるんです頭痛い、はい、クラクラするで、さらに、あれだけお金じゃないって言ってた大津さんは、なんとりそな銀行相手に6月28日付で裁判してます。新事実ですね、これ新事実ですまさにでこのように、株式会社りそな銀行相手に1000万円払えて裁判してます。大津さんお金じゃなかったじゃないですかね、あなたね、党の不正が見つかれば規約を変えて、なんか独裁的な、規約を改めてとか言ってませんでした？お金なんで必要なんですかね。まあ、ちょっとびっくりしたのは、とにかく、もらったお金だと。これ黒川君の考えとかと本当近いんですけど、借りたお金をもらったお金だって言い出したんですよ。まあ正確に言うと、もらったお金かもしれないですね。そうですね。で契約書は偽造だって、これはまあ言っていいんですかね、もう分からんけど、まあ、向こう側の主張によると、結局今回裁判所に提出したその借用書っていうのは後から作られて、まあ、この争いがあって後から作られて勝手に印鑑が押された契約書だというような趣旨の主張になるんだと思うんですねだって当時立花さんがお金貸してくださいって言って、当時借用書を作って皆さんに渡してるものを、それは偽造だって言ってるってことは、そういうことなんですよね。いやまあ驚きの主張が出てきてですね、何を書いてきてるかっていうと、当時の政党の代表者であった立花隆が第三者の利益のために、党に不利な条件での借用の意思を表示することは利益相反として無効である、まあ、意味がわからない。ちょっとこれはこの書はごめんなさい、何条の何法の何を根拠にしてるのか分かんないですよね。だって代表者と第三者、普通利益相反っていうのは会社とその代表取締役とかそういう人間が、まあハンコつく人間が同じケースの場合ですよね、立花みたいな形で。でも今回っていうのは立花さんの代表者としての印鑑と第三者っていう契約なんですよ。なんでそれが利益相反になるのか、そもそも不明ですよね。でこの4番のところね、実際の本件の概要は以下の通りである。政党の代表者であった立花隆は今年3月8日に代表者を引責辞任して後任を大津彩香に託したにもかかわらず、数週間後に不合理にも前言を覆して大津彩香氏を退任させて、代わりに自身あるいは自身の傀儡である斉藤健一郎を政党の代表者に据えようと企んだその企みがうまく進まないことに豪を煮やした立花隆は、政党の代表者である大津彩香を威迫し困惑させる手段として、自身が代表者であった時に、政党に資金を拠出してくれた者たちを陽動して
立花の代理人として長く業務を遂行してくれていた、村岡哲也弁護士をして原告らの訴訟代理人として本件訴訟を提起させた訴訟行為の一切、まあ、訴訟行為は、まあ、あの誠実なものとは到底言えないというような括りなんですけど、あのもう本当にそこからの争いだなってすごい思いました。要は大津さんに任しました、それ事実ですよ。でも大津さんがやれ拮抗縛り10万円とか鞭打ち一発1万円とかやったからおかしくなったんでしょ。だからそんなことしてたらそれは信用落ちるからお金返してって言ってくるでしょ。だからとりあえず代表権僕に戻してと言ったことが、向こうの主張はね、不合理にも前言を翻して大津彩香を退任させるって言ってるんですよ。でその行為が大津彩香を威迫し困惑させる手段だって言ってるんです。でこれはなかなか裁判所には僕直ちにそれは認められないような気がします。知らないから裁判官この経緯を。皆さんがツイッターで上げてくれてるように大津さん11億の債務あるって認識してましたよね。認識してるじゃん、何回も11億がって。なんかそう3月の8日の時点でこう会見で僕からも言ってるし、1週間後も YouTube で11億の借金があるから皆さん投げ銭してくださいまで言ってるじゃん。その3月の14日とか15日にね、証拠があるのに、まあ、いずれにしてもまあ次回が11月27日27日、はい、になりました。まあもう名前が出てるんで言いますけど、例えば広井さんから4000万円もらったことに争いはないと。問題はその中身だと言ってるわけですよ。これは俺たちがもらったものじゃないのか。いやいや、こちら貸してもらったものですって言ってるんですけど、それを否定してるっていうんですね。だからもらったものだと返さなくていい。だからそういう主張をしてきてるので、それは借用書自体が神聖なものか、つまりちゃんと党の印鑑を押してる原本を出さないとっていうことで、まあやっぱり向こうはそういう専門家なので、事件を引っ張ろうと、時間稼ぎをしようと、まあ、今日のね、3時からの裁判で朝の10時とか、これなんて1時間半前ぐらいですもんね。だ多分目的はこのリソナに対する裁判を先行させて債務明記判決を取って、多分そのリソナ銀行の預金を抑えたいんですよ。でもそのためには今のこの1億7000の広井さんたちに先に抑えられちゃうと自分たちが取れなくなるから、こっちを一生懸命送らせて早くこっちを抑えたいっていう意図のもとにやってるんだろうなと私は推測をします。それは推測しますよね、はい、だからなんか政党名変えるとかなんとかかんとか今日も言ってるようですけど、大津さん言ってることがどんどん変わってきてるわけですよ。不正を見つける、不正がなければ代表権返すとかそういうこと言ってたのが、今不正とかじゃなくて新しい政党を作ってとか言いながらも、一方でりそな銀行を訴えてるわけですよ。6月28日の段階で訴えてるわけです。でそれはりそな銀行からお金さえ取ってくれば、あとはそれをねどっかに隠してしまえば、どっか使っちゃえばいいわみたいな感じで、でそれを今正当な債権者にお金を貸してくれた人に持っていかれると、そのお金を取っていけないからこの裁判を引き延ばしてるっていうね、もう悪いやつやね本当に。これついにお金であるっていうことが、化けの皮が剥がれた。これ説明しよう大津さん。じゃありそな銀行なんで訴えてんの。あんたお金いらないって言ったじゃん、自腹でやるって言ったじゃん、まあ、少なくとも代表権確定するまで待ってればいいですよね、うん、そう我々と同じように10月31日の裁判まだあるでしょ。目黒でやってる東京第8部の裁判やってるでしょ。だから自分で第三者委員会も自費でやりますって言っておいて、党のお金、りそな銀行のお金を払えって言ってりそな銀行に裁判してるんですよ。りそな銀行は大津さんと斉藤君の両方の合意があれば、両方の印鑑があれば、党のために使うお金はりそな銀行はちゃんと引き出しますって言ってるわけですよ。党のね、いわゆるその従業員のお金とかね、お互いが合意するものを払うって言ってるのに、大津さん側はいやいやもうそんなんはどうでもいいから私とこに1000万出してと。でこれ1000万取ればもうりそな銀行から取り放題になるわけですよ。取り放題っていうか、まあ年間で言えば3億3000万。あの斉藤さんの方からしたら、その少なくとも従業員に対する支払いをその双方が合意して従業員の給与を払うっていうのはもう当初から提案してることなんですよでも彼女がうんと言わないから結局従業員に給与が払えなくなっているにもかかわらず、じゃあこの1000万って何のために使うために使うんですか。だからこの1000万円だって、ね、大津さんが例えばですよ、次の衆議院選挙に立候補する人この人にしたいからだから出しましょうって言うんだったら全然合意しますよ。
大津さんのところで3人出したい、じゃあうちで3人出したいとかね、うん、全部で11ブロック出すのに6600万かかるわけですよ。だったら6600万出して大津さんのところで立候補するっていうんだったら、我々としてはそれは合意したいと思いますよ。できれば出た方が圧倒的にやっぱり選挙有利になるんでね、その辺の話し合いはしたいんだけども、大津さんは自分のところが間違いなく代表者だっていうんであれば、りそな銀行それに否定しないじゃないですか。だから総務省とか法務局は行政上の手続きをするのにやるしかないから仕方なくやってるけども、お金に関してはりそな銀行はこんなの別に本当に両方で必要であったら両方の声があれば出すって言ってるんだから、こんなね自分たちがこうやってお金欲しいからって言って、6月28日ですよ、しかも発表してないでしょこれ。6月28日にりそな銀行に金払えって言ってるわけですよ、1160万円。まあなんかあと過去の正面出せとか言ってますけど、やっぱり今回のポイントっていうのは、あのいろんな方が YouTube なんかでも解説してくれてますけども、やはり代表権が大津彩香なのか斉藤健一郎なのかのやっぱり一点にかかるわけですよね。でこの裁判は10月31日に2回目の、まあ、弁論準備になるんですかね、になります。ただそこまで事実を争うものでもないと思いますから、3月29日にやっぱり大津さんが辞めると言ったことについて、それが有効なのかどうか、それが彼に無効だとしても5月10日に開いた闘争会が大津さん解任と言ってるのが有効か無効かということになります。で特に、3月29日に大津さんが辞任ということが認められないのであれば、僕が裁判しますよ、ついに。今までやってなかったですけど、そうですね、今まで斉藤君と大津さんの争いです。でも3月8日僕は大津さんに代表権をね辞任します、後任は大津さんです、で大津さんがそれでやりますって言いましたよ。緊急記者会見ですからね、党総会じゃないですよ。大津さん5月の10日に党総会じゃないから、3月29日私は党総会じゃないところで辞めるって言っただけで、それは無効だって言ってるんですよ。それを証拠に3月8日僕が大津さんに党の代表を譲ったことを無効とする争いを起こしますから、そうなれば、ね、今回りそな銀行が今あの資金を止めてくれてるってことが分かりましたから、だから一審でもしりそなが負ければなんですけど、まあ多分りそな銀行は負けることはないと思うんですけどね。とにかく、はい、あの登記請求、その代表権の争いが一番大事なところなんで、そこは裁判官比較的速やかに訴訟式して進めてくれるっていう感じで進んでるの で、まあ、おそらくこの判断が一番早いんじゃないかなと。民事再生は次10月25日行ってみて、はい、また裁判所と、調査員候補者の弁護士の先生と打ち合わせするんで、またその結果も皆さんにご報告したいと思います。ということで終わります、はい、何かあればいつも私の方に携帯電話ご相談ください。以上です。はい、 NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。ウィンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お得にさ、多分ないんだ、女性の方もっと1発自信よ、お得なのはもうこれぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。